三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のチェルビニア、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。チェルビニア4スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくチェルビニア行きました。続いて前へ行くのはセキトバイースとハワイアンティアール、後方に控えました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはチカゴスティング、外にはチェルビニア、湘南マヌエラ、この馬もこのグループ。すぐ後ろにセキトバイースと、すぐ隣にエトブプレ、少し離れてキャットファイト続いています。この集団にインフェイオン、その外からマスクオールウィン、その後ろからはウメッサ、ワイドラトゥール、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はチェルビニア、湘南マヌエラ、ほとんど差がありません。シカゴスティング3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ直線に入りました。これからの勝負、チェルビニア先頭、ステレンボッシュここから伸びるか。ステレンボッシュここで先頭に躍り出た。残り 200m、 ステレンボッシュさらに足を伸ばす。後方から一気にモラソンビート、先頭はステレンボッシュ1着でゴール、2着にはどうやらモラソンビート、3着にクイーンズウォーク、勝ったのはステレンボッシュ、このレースを制したのはステレンボッシュ。スタートしました。好スタートを決めたのは湘南マヌエラ、綺麗なスタートを切りました。予想通り先手を取りました。湘南マヌエラ2番手にはセキトバイースとハワイアンティアル、後ろからになりそうです。もう一度先頭から、先手を取ったのはチカゴスティング、外にはエトブプレ、その外にチェルビニア、湘南マヌエラ上がっていきました。間が空いてセキトバイースとインフェイオン、それに続きます。この集団にキャットファイト並んで、12番ステレンボッシュ、すぐ隣にウメッサ、内を通ってコラソンビート、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。前はシカゴスティング、外を通って湘南マヌエラ、間を挟んでエトブプレ、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。シカゴスティング先頭、外から足を伸ばします。ナイトバック、あと 200m、 ナイトバック先頭だ。残り 100m、 スイープフィート、食らいつく。先頭はナイトバック、ナイトバック1着、スイープフィート2着です。勝ったのはナイトバック、このレースを制したのはナイトバック。スタートしました。湘南マヌエラ4スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。予想通り湘南マヌエラ先頭です。これを追ってエトブプレ、さらにはシカゴスティング、10番セキトバイースト、その後ろエトブプレ、先手を取りました。内からキャットファイト、その外からチェルビニア、内からはインフェイオン、外を通ってマスクオールウィン、セシリエプラージュ、この馬もこのグループ、隣にはステレンボッシュ、ワイドラトゥール、それに続いています。すぐ後ろにコラソンビート、その隣にライトバック、その後ろにウメッサ。これは少々スローペースです。展開への影響はどうでしょうか。ここでセキトバイースと先頭に変わりました。2番手はシカゴスティング、湘南マヌエラ、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。セキトバイースと先頭です。しかし後続も伸びてきた。ステレンボッシュ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m、 ステレンボッシュ一気に追いすがります。アスコリピチェーノ抜き去った。アスコリピチェーノ1着、2着にはどうやらホラソンビート、アスコリピチェーノ見事このレースを制しました。スタートしました。エトブプレ、これは好スタート。湘南マヌエラ、この馬も好スタートを切りました。予想通り先手を取りました。エトブプレ、2番手にはセキトバイースト、さらにはウメッサ、14番湘南マヌエラ、その後ろシカゴスティング、先手を取りました。その後ろからはチェルビニア、これに続くのがマスクオールウィン、内からキャットファイト、その横にインフェイオン、これに続いてステレンボッシュ、外にはセシリエプラージュ、ライトバック、そのうちに続いています。青の帽子コラソンビート、その後ろアスコリピチェーノ、この馬もこのグループ、前はシカゴスティング、2番手はセキトバイースト、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。シカゴスティング先頭、間が空いてセキトバイースト、
その外からはウムッサ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はステレンボッシュ。アスコリピチェーノようやく上がってきた。あと 200m、 アスコリピチェーノ先頭、チェルビニアかわす。アスコリピチェーノ叩き合いになるか。チェルビニア、チェルビニア1着、2着は微妙です。チェルビニア見事このレースを制しました。スタートしました。ステレンボッシュ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してステレンボッシュ花に立ちます。その後ろからはセキトバイースト、この馬も上がっていく構えです。ハワイアンティアール、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭からシカゴスティング、先手を取りました。この位置にセキトバイースト、その後ろからはステレンボッシュ、チェルビニア、それに続いていますエトブプレ、上がっていきました。これに続くのが湘南マヌエラ、インフェイオン、その前に進出、その後ろにキャットファイト、その外にウメシサ。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。さあ先頭はまだ5番シカゴスティング、外を通ってセキトバイースト、ステレンボッシュ3番手、後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのはセキトバイースト、しかし後ろとの差はわずか。これはどうだ。あと 200m、 2番手はステレンボッシュ、この足色はどうか。並んでいます。スイープフィート、スイープフィート、かわす。スイープフィート、ゴールイン。2着にアスコリピチェーノ、勝ったのはスイープフィート、このレースを制したのはスイープフィート。スタートしました。ステレンボッシュ、これは好スタート。アスコリピチェーノ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してステレンボッシュ花に立ちます。その後ろからはアスコリピチェーノ、この馬も上がっていく構えです。スイープフィート、後ろからになりそうです。さて先頭に戻りましょう。先手を取ったのはシカゴスティング、これに続くのがエトブプレ、セキトバイースト、その前に進出、その後ろにステレンボッシュ、外にはチェルビニア、その後ろからは湘南マヌエラ、これに続いてアスコリピチェーノ、すぐ後ろにキャットファイト。これは少々ハイペース、先行勢には影響するか。先頭は依然としてシカゴスティング、外を通ってセキトバイースト、チェルビニア3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのはセキトバイースト、リードは3馬身以上、この差が広がります。残り 200m を通過してセキトバイースト、アドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はスイープフィート、先頭はセキトバイースト、1着でゴールイン。続いてスイープフィート、3着はコラソンビート、セキトバイースト、見事このレースを制しました。